それでは、今から翻訳の仕方についてお話しします。Wikipedia では、どの言語版の Wikipedia も他の言語に記事を翻訳してアップロードすることができますが、その際に履歴継承というプロセスを踏む必要があります。これは著作権の違反にならないため、どこから翻訳しましたという著作権の元の、翻訳元を示すための手続きで、これをしないと削除されてしまいます。で、その場合ですね、この翻訳のガイドラインというのをよく読んでいただく必要があるんですけれども、その中で、この要約欄に翻訳元を記入せよと。で、その元の言語版へのリンクをつけて、さらに時間をかけというのがあります。他にもいくつかあるんですけれども、やり方としては。今日はこのタイムスタンプによる反指定というのをやりたいと思います。で、これなんですけれども、Wikipedia というのは常に記事が更新されていますので、いつの時点の最新版かということを書かなければいけないので、時間が必要なんですね。UTC というのは世界標準時です。では、それでは実際にやってみましょう。全然これ読んだだけではわからないと思いますので、私の下書きページで実際にやります。それではですね、英語版の夏の夜の夢、Midsummer Night's Dream のところを日本語版の私の下書きに移してやるというのをやりたいと思います。で、下書きに移して少しずつ翻訳すればいいのでっていうことですね。で、ここのまたエディット、これ編集のことです。をクリックしまして、で、これちょっとソース、さっきのソース、ソースとビジュアルの切り替えで、ソースに切り替えた方がいいです。で、すべて選択してコピーします。で、これをですね、私の下書きに貼ります。で、それでですね、なんでソース画面とかにしなくちゃ、エディット画面からコピーしなくちゃいけないのって話なんですけど、これはですね、このまんまコピーしちゃうとですね、中とかが、の書式がおかしくなるんですよ。これをこのままコピーしちゃうと、ここがなんか括弧2とかだけになっちゃって、このなんか、ここの中の文字が出なくなるんですね。なので、これ全部、マークアップごと全部か、コピーしなくちゃいけないので、エディット画面からしなくちゃいけないんです。これは気をつけてください。で、それでこれ全部コピーして私の下書きに貼りました。で、要約欄というのは何ぞやっていうんですけど、この編集内容の要約っていうのがあるんですね。で、ここで、記事名と時間を貼ります。記事名は Midsummer Night's Dream で、それでですね、これリンクをするときに、ブラケット2個で囲うんですね。で、Wikipedia 内でしたら、同じ言語版なら、ブラケット2個の中に記事名を入れればリンクになります。他の言語版の記事にリンクしたいときはまた違うやり方で、コロン、言語版の記号、この場合イングリッシュだから EN ですね。で、コロンを打ちます。コロン、言語版の記号を、コロンの後に記事名を入れて、それを全部を20ブラケットで囲うと。これでリンクができます。で、時間はどうするかというと、この View History、履歴を見まして、最後の編集時間がいつかということを確認いたします。ちょっと時間がかかっていますね。で、これで最後の編集が、2020年4月28日1時37分ですので、これをコピーして、ここに貼って、UTC 世界標準時より翻訳準備と打ちます。で、これで以上の記述を完全に理解し同意した上で投稿する。で、これ私の下書きページですね。投稿します。すると、ちょっと時間がかかりますけれども、英語版がすべて私のページにコピーされて、で、この履歴表示というところをクリックすると、さっき私が写した時の編集が残ってて、で、履歴欄から英語版のMidsummer Night's Dreamに飛べるようになってるんですね。で、これが必要なんです。で、これはとても難しいのでよくわからないときは指導員の人に聞いてください。この後は普通に編集をすればよくて、例えば、ビジュアルに切り替えましょう。これを消したいとか言ってくれたら、これ全部消しちゃって、とか打って、例えばこれも消しますよね。そうすると、
これはちょっと、この文字装飾をやめて、普通の字にしましょう。で、変更を公開にすると、で、この時は、特に要約欄は、さっきみたいに継承しなくていいです。次、一回最初に継承して、後で編集するときは、特に書き加えなくて良いので、で、ここで投稿するというふうにして、普通に翻訳を進めていけばよろしいということになります。